こんにちは、山手自動車の川村武史です。今回僕が演じるのはヘッダの夫で学者のテスマンです。テスマンは大学教授になることを人生の目標にしています。ちょっと不器用でおっちょこちょい、でもとっても素直、それがテスマンなんですね。まあそんな彼が美人でクラスのマドンナ的存在だったヘッダと運よく結ばれます。ただどういう結婚生活を送ればいいのかがわからない、まあ理想の家庭像がないんですね。で、だんだんと気持ちが離れていく2人で、結局好きな本に没頭してしまうテスマン。まあ今で言えば草食系男子の彼ですが、最後に男を見せるんですね。物語はだんだんと破滅に向かっていくんですが、逆にテスマンは今までの殻を破って男らしい一面を見せるんです。そんなことを感じています。劇場でお会いしましょう。